ただ一人迷い込む旅の中で心だけさまよって立ち尽くした。でも今は遠くまで歩き出せる、そう君とこの道で狼の？だとすればこれはメリオ商会の脅迫です。お連れの方を教会に連れて行かれたくなければ取引が終わるまでじっとしていろと。しかし終わった後に教会に行かないという保証はありません。その上我々は値下がりするトレニー銀貨にすでにかなり投資しています。今さら後に引けば大損害です。打って出るしかないでしょう。お連れの方を取り戻してかくまったとしましょう。そこで告発されて教会に踏み込まれたら我々は従順な子羊にならざるを得ない。この町にいる限り隠しようがありません。町の外に連れて逃げればいい。よほど運が良くなければ捕まります。別の町に連れて行かれて告発されるかもしれない。そうなれば止めようもありません。向こうが得る利益を考えるとまず金では解決できない。何か対抗できるカードがあれば。一枚だけあります。メリオ商会がお連れの方を手元に置いていることをこちらが先に告発する。だがそうなればお困りになるでしょう。最悪こちらに不利な証言をなさるかもしれない。確実にするでしょう。あの銀貨の最大の利益はトレニー国国王から特権を引き出せることですよね。我々の調べでは王家の財政はかなり逼迫しているらしい。ええ、そうでしょう。何しろ現状出回っている貨幣を一旦居潰して銀貨の純度を下げて枚数を増やそうというのですからね。もともと10枚しかなかった貨幣が13枚になれば3枚分得をする。当座の資金は生み出せるが同時に国の威信も下がり長期的には不利益の方がはるかに大きい。それでもあえてそれを行うほどにトレニー国の王家は金に困っているということになる。故に取引次第では鉱山の採掘権、造幣権、関税設定権、市場管理権など王家から相当な特権を引き出せる。その通りです。そこでこんなのはどうです。メディオが告発する前にあなた方がトレニー銀貨の交渉を終わらせその最大の利益を交渉のカードにする。さすがに特権丸ごととでは釣り合わないでしょう。買い取らせるということですか？あなた方を潰すより買い取る方が得だと思わせればメディオ商会は金を払うでしょう。向こうは我々を家計代に送るようなカードを握っています。いや、トレニー国は教会と揉めたら勝てません。
家計代に送られるような紹介との取引を公にはしたくないはず。我々が教会に目をつけられれば、取引をした王も教会を敵に回す。メディオ商会は王の恨みを買うような告発は絶対にできません。なるほど。しかしかといって向こうも黙って引き下がれない。残るは無理心中くらいです。そこで相当の対価とお連れの方の身柄を条件に特権を引き渡す。その通りです。方法論としてはいいでしょう。しかしそれには大きな困難がつきまとう。推測する限り、メディオ商会はまだあまり銀貨を集めていません。根拠は？もし十分な銀貨を持っているなら、ホロを捕らえた時点で教会に行くはず。それをせずにこちらの動きを封じるようにしたのは、向こうの自信のなさの表れです。この取引は王の弱みにつけ込む取引です。派手な買い付けをしているとは思えません。ロレンさんはどのように動こうと思っているのですか？ホロを奪い取り、こちらが交渉を終えるまで逃げ続けます。無茶な。逃げ切れないまでも時間稼ぎはできると思います。その間に銀貨を集めまくって交渉に臨んでください。不可能だ。ならばホロを告発しますか？あなた方が不利になる証言をしますよ。協力を得られれば1日2日は逃げられます。一緒に逃げる相手は狼の化身ですからね。わざと捕まることこそあれ、本来の能力を使えば人間など足元にも及びません。お尋ねします。どれくらい時間があれば王と交渉できるくらいの銀貨が集まりそうですか？今すぐトレニー城に馬を走らせれば日没には着きます。交渉を即決で行ったとして帰ってくるのは夜明け頃です。今すぐ？まだ手元に入る銀貨の量も分かっていないのに。交渉は川山用で行います。決済日までに用意できれば問題ありません。しかし国王相手に即決の交渉ができますか？我々がその気になれば、どのような商談も即決以外にありえません。それでホロの居場所はつかめているんですよね？我々はミローネ商会です。商会の者が闇討ちにされたり、店に火をつけられたりといったことは日常茶飯事なんですよ。だから非常用の対策は万全です。ただ唯一ライバルがいます。教会ですか？そうです。彼らは我々以上に様々な国や町を訪れ、いざという時の備えも驚くほど整っている。教会が本腰を入れて捜索に乗り出したら、下手に逃げずに閉じこもるしかありません。本当ならメディオ商会の背後にいる存在を把握してから商談に臨みたかった。それが分かれば資金繰りの経路も見えて、そこを横取りもできますからね。その点は残念です。ご無事と成功を祈っていますよ。必ず期待にお応えします。おっと、そうだ、合言葉はピレオン沼いです。二大金貨ですか？縁起がいいでしょ。地下に降りたら右側の壁に手をつけたのが前進ですね。はい。そして突き当たりが目的地です。その頭上の倉庫にホロがいて、市場開放の鐘の音を合図に人質奪回の突入が開始される。成功すれば上からの蓋が開いてお連れの方が降りてきます。そこでラッヘと言われたら、友の者が来るのを待ってください。ペローソと言われたら、直にお二人で予定の通路を逃げてください。ラッヘとペローソ、好景気と不景気ですか？分かりやすいでしょ。確かに。お、そろそろのようです。バカ野郎、気をつけろ。すみません。さ、今のうちに。
んな準備までしてるとはな。教会が墓を掘るとか言いながら諜報活動や脱税のための地下道を掘ってるってのはよく聞くが、ここか。出ろ、場所を移動する。刃物やら鈍器やらを使うような羽目にはならないでくれよ。くそ、何を震えてるんだ俺は。遅すぎる。まさか。これを持ち去って押し込み強盗と思わせるわけじゃな。あ、さあ早く。主がどかんとわっちが降りられん。あ、俺早く。お何ぼさっとしとる。これ主の分、ちゃっちゃと持って奥へ。ピレオン。ヌマイ。うまくいっているようで。商売には驚きがつきものです。まだもう一人いるが。彼ははしごを片付けて別の場所から地上に出ます。メディオの奴らの情報を仲間に伝えてから町を離れるんです。周到ですね。それではご分を。感謝する。無事で何よりだ。無事で何よりじゃと。ああ。わっちの名を言ってみろ。ホロだろ。堅牢ホロじゃ。ああ。これまで生きてきた中でワッチに恥をかかせた者の名をワッチは全て言うことができる。そこに新しい名前を付け加えんといかん。主の名じゃ。お前、ワッチは主に言ったよな。主が迎えに来てくれと。ああ、ワッチはな、ワッチはってっきり主が来たものだとばかり思って、思い出すだけでも忌々しい。お前まさか。主もオスなら牙を研いで戦いに赴くのが当たり前じゃろ。あんな穴ぼこの中にいよって、そのせいでわちはいらぬ恥を。でも無事だったんだろ。
無事でよかった。ヌシがその麦を持っとる限りわっちは死にはせんがな。わっちは可愛いからの、人のオスもイチコリじゃ。とはいえわっちの相手が務まるようなオスは人にはおらなんだ。わっちに触れれば何がもげるぞと言ったら、皆真っ青になって怯えての。お前な。じゃが、そんなところへ現れたのがあいつじゃ。ん？わっちを捕まえた者の中に誰がいたと思う？誰がいたんだ？クロエじゃ。あのパスロエ村の名。わっちの名はあのゼーレンという若者から聞いたようじゃ。話したのか？ただの昔話だと思ってた。わずかばかりの村の麦畑に住み着いて、その豊作凶作を自由に操れる狼の化身なんて。わっちはあそこの土地に居ついて何年経つかわからん。尻尾の毛の数ほどおったかもしれん。わっちは堅牢ホロじゃ。豊作の年がなるべく出るようにと、時には土地を休ませるため不作にしたりもした。それでもこのわっちの管理じゃ、他の土地よりはよほど良い麦の産地になったはず。確かに村の者たちはわっちを豊作の神として扱ったが、どちらかといえば敬うよりも拘束の方が近い。最後に麦の束を刈り取った者は皆に捕らえられるじゃろ。クロエはわっちに何て言ったと思う？やつはな、わっちの名をゼーレンから聞いただけでもしやと思ったそうじゃ。わっちはな、わっちはな、情けないがそれが嬉しかった。じゃがの、続けてやつはこう言った。私たちがあなたの機嫌伺いをする時代は終わったのよ。あなたの気まぐれにビクビクする必要なんてもうないわ。あなたを教会に突き出して、私たちは古い時代から決別するの。あっちはな、あっちはな、あっちは悔しくて、まあ、ものは考えようだ。北に帰るためには、どの道土地を去らなきゃならんからな。後ろ髪を引いてくれないなら、後ろ足で砂をかけてやればいい。そっちの方が思い切りもいいからな。ただし、ただじゃ出ていかないぞ。俺、いや、俺たちは商人だ。儲かれば何でもいい。笑うのは金が入ってから、泣くのは破産してからだ。そして俺たちは笑うんだ。あー、スーッとした。まあ、ここ数百年まともに会話しとらんのじゃ、喜怒哀楽にもろくなっとる。これで主の前で二度泣いたかな。主の前でなくても泣いたじゃろ。何が言いたいかわかるかや。勘違いするなと。うむ。俺も稼ぎのために相手してやってるんだからな。ミローネ商会が話を持ちかけてくるまで逃げることが俺たちの仕事だ。その最中にメソメソされると足手まといになる。だから泣いてるのがお前じゃなくても俺は、うん、お前ずるくないか。ん？メスの特権じゃろ？到着しましたよ。そちらも一段落つきましたかな？いや、メディオ商会の後ろについているのはエーレンドット伯爵です。伯爵寮で麦の取引をしている商人が
銀貨の大口回収先です。これをマールハイト氏に伝えてください。お安い御用で。やはり儲け話を持ってくる人たちというのはちょっと違いますな。この耳のことかよ。行商人に戻ろうかなと思いましたよ、あなたたちを見ててね。やめた方がいい。あいつみたいなのを拾う羽目になる。何？二馬車の御車代は一人じゃ広いです。願ったり叶ったりですよ。わっちも主に拾われて飛んだ羽目じゃ。やっぱりお前ずるいぞ。そんなわっちも可愛いじゃろ。まあ可愛いとは思うかな。嬉しい。あ、主も本当に可愛い男の子じゃな。タケル。Seven up on a witch's tree. With seven seeds to plant inside of me. In springtime I grew a magic song. Then skipping along, I sang the song to everyone. I look up the world through upper eyes and cut myself a slice of sunshine pie.次回、狼と無言の別れ。次回、狼と無言の別れ。